アクション !Hey, you guys! Thank you so much for checking out this video! こんにちははじめまして久しぶりクリス・モンセンと申します。今日はね、もう本当に豊かになりたい人、みんな集合みたいな感じでね、楽しく一緒にこの豊かっていうことを学んでいきましょう、ね。本当に僕最近ね、クラブハウス、クラブハウスっていうのをちょこちょこ聞かせていただいて、隠れて聞いているんだけど、いや、いいね いいねクラブハウスの幸せ、朝活やな、もう聞いてるだけで自分の波動がね、まあ、あれニュース見てるよりいいよね、なんか幸せになってこうみたいな人たちが、中にはすごい先生とかいるもんね。あ今日ね、ちょっと紹介したい動物がいます、僕の相棒のブルーちゃんです。うん じゃあねちょっとね、今日はね、豊かなマインドっていうところについて、皆さんと一緒にお話っていうか、勉強っていうか、もう探っていこう、探っていきましょうよ、ね、研究していきましょうよ、ね、本当に時代が変わりましたよね,ね、本当に僕、昭和55年生まれなんですけれども、なんかね、僕が育った時はね、モンセン君、君、幸せになりたいんだったら、豊かになりたいんだったら、 他の人よりもっと頑張りなさい他の人よりもっといい大学に入りなさいもっと今度この、ね、大学に入ったら他の人よりもっといい英籍を取りなさいってもっと頑張りなさいもっと努力しなさいって、ね、今度もっといい仕事に就きなさいってもっと頑張りなさいって会社のためにもっとやるのよって稼ぎなさいって。 ね、そういう感じで、ね、豊かになりたいんだったらようわからないんだけどなんか悪いことが起こるかもしれないから頑張るんだって言ってで、ね、申し訳ないんだけどね申し訳ないんですけど僕はそれができなかった男なんですよねこうやって頑張りなさい努力しなさい、ちもう嫌だって言ってリアルに僕ね、ねちょっとドラマになっちゃってね何が起こったかっていうと勉強嫌いになっちゃったんですよ。 もう本当に小学生の僕ね、ねあの塾行っておりましてね塾行っててねねこのあのあ、ね、小学校の時に塾行ったりね塾にあの小学校の前に塾行ったりねサマーキャンプとかで恐ろしい先生とか言ってね僕は宿題やってるとか宿題ができないとかねあの勉強ができないと塾の先生がおい、門前、今夜お前塾で泊まれとか言ってるんですよ。マジ マジ小学1年生とか小学2年生の時に家に帰れないと、本当に恐ろしくてそのまま泊まって次の日にね朝にねあの歩いてまた小学校に向かうっていう形で本当にこのねあの勉強しないと悪いことが起こるってでそれだけじゃなくて、なんと私はなんと ADHD っていうねこのなんやねんみたいなフォーカスが苦手って。 フォーカスが苦手だからもうバシ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 やらてれてねもう勉強って考えると嫌です勉強から逃げたいって自由になりたいっていうものでですね僕は実はですねまあ、13歳ぐらい12歳の時にねアメリカに引っ越しして日本からでアメリカで本当に勉強嫌い組みたいな感じになってねで高校生もねちょっと ADHD スペシャル学校みたいなところに行かせていただいてで高校卒業したらなんと私。 大学に行かなかったもんなんですよ。大学に行かなかったんですよね。いや、大学行かんとやばいやろうって。いや、僕はね、ネイティブアメリカンの、なんか自然と暮らす、このままだったら人類が地球絶対壊しちゃうって。壊しちゃうって、僕1998年に高校卒業して、すぐにこういうね、なんか、あ、あのー、あの、オメガ、 オメ,ガオメガインスティティーという、ね、これあの世界で最も,最も有名じゃない、リトリートセンターがあるんですよ。もう世界中の 先生たち、スピリチュアルからなんか、哲学からなんか、いろんな先生だ、ヨガの先生とかね、まさにそれ、そこに行ってヨガの資格を取るみたいな場所で、もういろんな先生がそこにいて、でそこに泊まって、湖もあって、ね、ハイキングもできて、みんなでお,おいしいオーガニックの食事を食べて、そこでいろんな先生からセミナーをやって合宿して、そこ、まず行ったんですよね、高校卒業して。その後僕は旅をしたんですよ。 ネイティブアメリカンの先生を見つけるんだって言って。ね、なんかビジネスやるんじゃなくて。でまあね、でもね、でもね、ポイントは、ポイントは何だったっけポイントは豊かになることだよね。ごめん、ごめんな。勝手に僕の自分のこと話してる申し訳ございません。ちょっと豊かに戻りましょう。豊かに戻りましょう。でポイントは、 そそうだよそうだだよよよねね豊かっっってて変わったよねって昔はようわからないんだけど塾に行って「お前」とかお母さんが「また勉強しないとご飯もらえないよ」とお父さんが家帰ってきお前」よって怒られて豊かになるためにお父さんを怒らせない豊かになるためにお母ちゃんを怒らせない豊かになるために勉強し続けるそうなると何が起こるのって言うと自分の自尊心がなくなっちゃうっていうか宿題ができる自分は価値がある。 ねちゃんと100点満点取ったよ、パパママ、100点満点取れたんだよ、母ちゃん見てって。なでなで、よくやったね、モンセンくあなたは OK。あ、よかった、僕 OK なんだ。ねえ、それでもなんか、あお母さん、今日100点満点じゃなくて、62点だったんだよ。えーキクリス、あんたもうダメ。あんたもうダメ。あーねすっごい。 すごい時代やな、豊か。どうやって豊かになると他の人から豊かさを認められるって。でようわかんないけど、なんかこれがなんかね、これがなんかお金とかが入ってきてね、で今でもね、今でも引き寄せの法則とか、ね、辞書で開いたり、YouTube で開いたり、まあ、辞書はわかんないけど、YouTube で開くとね、なんか、なんか、 だからや、やっちゃうよやっちゃうよいけ、いけよいけよいっちゃうよいっちゃうよ何を思ってるのっての分かるでしょ引き寄せの法則で億万長者になっちゃおうキラキラーごめん行っちゃったやっちゃったごめんこれでちょっと向かっちゃった人もいると思うんだけど、僕なりのね、引き寄せの法則っていうのは、英語が求めている 恐怖を自分を恐怖から守るためのようわからない引き寄せの法則じゃなくて豊かっていうところがベースになっている引き寄せの法則っていうのはリアルだと思うのねでもねねなんか、ね、高級車バンバン乗ってランバギリ乗ってバン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 飛ばしてで茶葉くら行ってバン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 カラオケで歌うっていうのは なんか、それはちょっと別にそれやり、全然問題ないわけよ、それやって。楽しんでくださいよ、皆さん。ね、人生楽しんでください。ね、ポイントは、その、ね、ちょっと戻るわ、戻るわ、戻るわ。言いたいことばっかりでしょ、僕が言ってることは、ね、エゴが求めている、ね、ソリューションっていうよりは、その自分のハイヤーセルフ、自分のディープアイ。 ね、深い自分本当の自分ねこの宇宙にあなたが魂として日本,、ね、日本で生まれてきたわけでしょおそらくみんなでその前に思っていて今世何を学びたいんだろうってどうやったら私は本当の自分としてもっと幸せをこの世に届けていくんだろうどうやったらもっと豊かになるんだろうっていうこれが ね、この本当の自分っていうのが望んでいる、ね、本当になんか目覚めるっていうか幸せに豊かになっていくにはレッスンが必要になってくるじゃん。ね。ね。ねだからお金でを問題に投げたら治るかって言ったらそうでもないわけよ。ね。ちょっとごめんなさい最初のポイントなんですけれども最初のポイントはね豊かになる方法今勉強いっぱいできてよかったよね。 よかったね。いっぱいいるもんね。ね YouTube でいろんな勉強してる人たちがいて、ね、YouTube のコーチとかね、あの先生とかね、あの本のライターとか本の著者な,なんちゅうやろ、本書いてる人とか、あれみんな研究者だからね。ねあれみんな学生だからね。 ね、でこうやって、ね、昔はね父ちゃんお母ちゃんを喜ばせるとか周りの人近所の人に認められるために頑張るとかそういうのあったのよ上司のために今は本当の真実っていうのが学べる時代になってきてよかったよね本当にもうチーンしたいぐらいなんだよ、ね、なんかこれはチーンじゃないよ、ね、これはなんかパッパーみたいなねクチクパーンパパブ,ブーンみたいな、ね、花火みたいな感じなんやな。で 今日のテーマはですね、豊かっていうのを現実的に学んでいくっていうことなんですよね。で、ちょっとね、僕はね、波動っていう言葉を使っていきます。やっべえな、クリス、マジ。風の時代とか波動とかさ、やめてくれ。マジ、マジ。安心してください。安心してください。なぜかっていうと、実はなんと、ね、波動っていうのは、科学なんだよね。 科学なんだよね。本当にね。これ実はなんか？僕は波動でのものがでね。疲れて作られてるっていうかね。だからちょっと波動っていうのを感じると若干嫌になるんだなって言ったら大丈夫です。大丈夫です。おそらくこの話は通ると思いますね。そのなんちゅうのかな？ね、あのラジオ局ね。ラジオ局ってさ。そのラジオ99.9。チャンネルに音楽スイッチする時ってあれ？ラジオって波動やろ。ろ そういうことよ。そういうこと。それだけ。それだけ。o k ー。で、For the rest of you guys, we're going to get pretty interesting here. で、今日のテーマは豊かさっていうところで、豊かさを現実的に論理的にちょっと考えていきたいなと思っているんですよ。ね、豊かさっていうのがテーマで、ちょっと今日、そのどのバックドラウンド、バックグラウンド、どのテーマ、 このテーマをここに照らすっていう感じでねなんかフラッシュライトを照らすねあの壁に壁が引き寄せの法則で照らすフラッシュライトが豊かさっていうところで引き寄せの法則をチャレンジしていきましょうね今いっぱい引き寄せの法則っていうのが来てるからちょっと僕これねチャレンジしていきたいんですよでまずねこの 豊かっていうのを辞書で引くとこういうのが出てくるのね。「ちャレんちゃらん」って。「豊か」っていうのは豊かさが足りて、ね、ずっと流れてきてそれを信頼できる状態だと思うんですよね。どうでしょうか結構近くない今の。ね「豊か」っていうのはこの「豊かさが切れない」とずっと入ってくるのよ。 ずっと入ってくんのよ。で、よく考えてみると、ね、豊かっていうのがあるんだけど、それが切れちゃうんですって言ったら、それ豊かじゃないよね。それは足りないって言うんですよ。ね、そうですよね。豊かっていうのはずっと流れ続けてるからよ。だから、豊かっていうのを辞書で引くと、永遠に続くっていうわけなのよ。そう、永遠に続かないと、豊かになれないわけよ。 分かる一時的に豊かになりましたでもまた豊かが切れたら足りないっていう状態に戻ってきましたっていうことなんだよね。OK なので「豊か」っていうのをよく考えてみると「豊か」っていうのは幸せが続く状態ね自分のそのなんか足りている状態が続くっていうことなんですよ、ね、でここでこのベースの「豊か」っていうのがあるのでまず僕たちが次に振りかけていくのは「 おそらくエゴととハイヤーセルフだと思うんですよ、ね、僕はねは僕の筋で言うとねどういうことかって言わせていただきますとねあなたの本当のあなたが求めている豊かさっていうのはあなたが恐れている時に反応している豊かさとは違うっていうことなんですよもう一回言わせていただきますはい あなたが本当に心から求めている豊かさっていうのはあなたが上司から脅されとかお母さんとか両親とか旦那さんとか奥さんから脅されて仲間から社会からテレビとか分かんないけど脅されて、ね、その時にあこの問題がなくなるためにこうなってほしいと思っているこの,、ね、あのエ,ゴエゴが望んでいることとは違うっていうわけなんですよ。 はううんそうなんそなです例えばね自分が、ね、子供の時に、ね、お母さんとお父さんがあなたのことを学校で100点満点取っていたらあなたのことを愛してくれたと。ね、あなたのことを愛してくれましたと。 ね、よい子、ゆうこよ,いよいちゃん、ええよなって言って、ほんと、当にいいよ、よいこよいこって、よかった、お母さんありがとう、お父さんありがとうって、ね。で、なんかあなたがきつい大学とかきつい高校に入って、例えばテストとかでマジピンチになれてるとしようよ、ね。で、お父さん、お母さんが、おい、なんかちびまるこちびまるね、おいちびまる子、ちょっと、ちょっと、まるこはダメだな、おい。 さゆりおいさゆりなんでおめこのぐらいの点数取れないの昔取れてたじゃねえかよ。お前本当にできねえ娘になったなとか、ね、そういうことが起こったとしましょう。さゆりさんに。さゆりさんは本当に頑張って学校で100点満点取りたいんだけどできないとどうしても難しいと。さゆりさんはこの時を何飲むかっていうとお神社に行ってパチパチってやっていい点数が取れるようにっていうわけなんですよ。 ねね、引き寄せの法則を調べて、引き寄せの法則で私は100点満点取れてる状態みたいになるわけなんですよ。さて、ハイヤーセルフが、この時、さゆりさんのハイヤーセルフが望んでいる視点、視点はどうでしょうかどうでしょう さゆりさんの本当のディープ深い愛本当の自分っていうのは何が望んでいるかっていうことなんですよねわかります本当の豊かさっていうことは何なのだっていうことを考えるとヒントが出てきますよねはい今分かってる人いたらちょっとポーズポーズ止めて今の動画の、ね、今何秒っていうのを入れて何分何秒って入れて私はこう思いますって入れてみましょうそして他の人も見てみてみんなが思ってることばっかりよこうやってエンゲージメントをね なんだと思うこの場合本当の豊かさっていうのはねさゆりさんがお父さんお母さんに OK だよって認めてもらえるために点数が100点満点を一回この時取れるようになることが本当の豊かさでしょうかねどう思うじゃあ例えば。 ね、神社に行ってそ100点満点取れたと。取れたと、さゆりさん、よかったねって。じゃあ、さゆりさんのこの豊かさの問題っていうのは解決されましたかテストで100点満点取れたら。次の場合はどうなの次またテストがあったときに、さゆりさんは驚いていく あやばい私の価値がなくなるかも私の自尊心がなくなるかも My self-worth がなくなるかも低くなるかもなんかもピンチになるそりゃなるっしょだって自分の価値自分の愛 who you are ねあなたっていうさゆりさんっていう存在のね存在に危険が来るわけよ恐怖が来るわけよやばいテストだってでここでまた頑張って努力しないとって ハラハラドキドキして点数頑張るみたいな感じで。OK。じゃあ、それもうまくいったと。でもこれ、問題は続くやろう続きますよね。大学卒業してるとこれ、仕事でまた同じことくるんですよ。仕事で毎回毎回これが来るために。これって豊かですか毎回これ、ピンチになるために神社に行って直してくださいっていうのは、これは本当の、ね、お天道様、愛の ラブのねもし宇宙っていう本当にこのクリエイティブパワーがねバランスよく生きてねっていうのが全ての生命に与えているなんかねふりかけのなんかディンカーベルのフルフルみたいなだからそういうルールがあるじゃん生命にはバランスで生きているってねバランスで生きてねってさゆりさんは自分の本音のバランスとして生きている いつも点数取らないといつも仕事で頑張らないと他の人に会社のためにとか何が起こってるかって分かるでしょ彼女の存在っていうのは親から認められる会社から認められる学校の、ね、クラスメート先生から認められるっていうところに彼女のスーパーパワーを置いちゃってるわけよな。ですよね。でこの場合のハイヤーセルフからの視点からー光が照らってきたあやー眩しい ね、この愛の本音の自分っていうか、ね、僕がこのさゆりさんのパパだったら照らすアイビームみたいな、ね、ハイビーム、ね、真実っていうかそれは「さゆり大丈夫だよ」って大丈夫だよあなたがこの点数を取っても取らなくてもあなたは完璧な存在なんだよ。 あなたがお父さんからお父さんがあなたのが点数取れないからブーって言ってるとかお母さんがんダメだねって言ってもあなたの存在としては落ちることができないのもし本当にお父さんお母さんとかクラスメートとか先生がそういうのを持っていたらみんなが勘違いしているのみんながこの恐怖のサングラスっていうのをつけてるのでみんなもそれをお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんみたいなところからもらってそれをずっと続けてるのつけてるの本音でいちゃダメなんだよって 大丈夫なんだよ。で、本当の豊かさっていうのは、さっき辞書で引いたよね。足りるっていうことだよね。低い点数でも大丈夫なんですっていうのが、豊かっていうのを辞書で引いてくると出てくるわけやろ。豊かっていうのを辞書引いて、いやーね、79点まで、80点以上は OK なんですけど、79点以下はダメなんです。で、一回ダメな人になっちゃったら、 いや、もうダメな人になっちゃって、これはね、もうね、お金使ってなんかサイキックに10万円払ってなんか払ってもらったら、ちょっとしたらチャンスあるかもしれないけど、いや、もうやばいっすね、これは治りませんよねって。 豊かさってそういうもんじゃないっしょ。豊かさって何があってもその人は守られてる。愛されてる。それが足りるっていうのが続くっていうことでしょ何79点以下だったらあんたは幸せになれないんですって。誰がその作ったのそれ作った人間違ってるよちょっと、やめようぜ、それ。 That's a curse, man. それってなんかさ、ね、サイキックに行ってさ、サイキックがさ、なんか駅のサイキックがあんた離婚星ついてますねみたいな。あーみたいなもう呪文かけられたみたいな。外せ、外せ、外せ、そんな嘘。外せないといけないよ、みお、人類。そんなこと信じてたら、ね、そんなことを信じていたら、あなたの行動がどう変わるのか。わかるあなたの ね、私は 79. 点なんで豊かになれないんですっていうところにあなたの自尊心あなたのパワーを本体あなたクリエーターやろ神社行って神様どうなろうみたいなことで見たことある神様の顔うわ俺の顔してんじゃんみたいななんやこれこれ偶然ですかえ神は何我々は彼らの神の子供のメイメージで作られてるなんやこのあ,あ,あ,あ怪しいことは怪しいかい ああなたにパワーがあるでしょ私がダメなんだって思ったらあなたで自分の人生をダメにすることができるじゃないですか。そこにパワーを置くことができるじゃないですか。上司のためにって上司が怒らせないから旦那さんを怒らせないために奥さんを怒らせないために、ね、周りの隣の井村さんが私たちのことをどう思うかわからない。これ何百年日本で続いてると思います 何百年ですか江戸時代もっと前え農民で生まれた侍の人に言って「侍さんそれおかしいよ」って言ったらどうなりますさパーって首首飛ぶんですよ自分の子供に「嘘つきなさい侍さんがいたらもう本当にこんなねこ,んこのだけの税でよろしいのですかもっとお米取ってくださいって嘘つきなさいってで自分が侍で大人様に「それおかしいぜ」ってこんなにの農民から米取るのって。 おかしいぜこれってどうなるのあなたの家族家紋されますよ引っ越しします隣の村引っ越しできないっすよ日本っていう国は昔今みたいになんかね01234のね宅急便の引っ越し宅急便みたいな次の町行きますみたいな怖 <laughs> わこの村怖みたいないやそこで永遠にがいてそこであなたが破門されたらあなたの子供あなたの奥さんあなたの旦那とか全員家族家紋されるんだよ いやそりゃみんなで嘘つこうぜ。本音でいたら危ない危ない危ない,危ない。それは当たり前じゃん。ねだから何百年これが続いてんのよ、このサングラスつけるのっていうがね。あと私は思うんですけれども、ちょっとポイント、豊かさっていうところに戻りましょうよ。ね戻りましょうよ。ねここで、エゴっていうテーマについて、エゴちゃんを入れたいんですよ。 ね、もう豊かって分かったよね、だいたいちょっと、その続いていくって、豊かの、豊かっていうのは、79点ね、点数79点、一生懸命頑張ったんだけど、79点しか取れなかった。ね、サボってたら、それは違うことなのね。サボってて、プータローやってて、なんかパチンコやってて、ね、ね昼から酒飲んでて、もうそんなの知らねえよ、みたいな、ね、で、なんか、タバコ吸って、タバコぽいとかね、ね、そ、それは違うことなのね。 でも一生懸命頑張っったたんだけど80点点じゃなくてて79ででしたってでもいいことが起こり続けるっていうのが本当の豊かさでしょ豊かになりたいんだったら80点取らないと私は豊かになれませんっていうのは自分で作っちゃってる偽物の神様じゃん本当にお天道様っていうのがいらっしゃるんだったらねお天道様がいらっしゃるっていうか宇宙はあるよね。 宇宙はあるよねで。愛っていう大切な思いっていう豊かさっていうフリークエンシー、ラジオ局はあるよね。あるよね。それは本物だよね。ね愛はで、エネルギーも愛よね。愛、思いやり、人を大切にする、尊敬する。ね そこによって自分がその尊敬する人を大切にするっていうところにラジオ局を合わせているとあなたの行動も変わってあなたがこうやって態度を取ったらその態度を取られた人も幸せになっていくじゃん。だからパワーはあるよね。 ね、で実際になんか水になんか愛を照らすと、水を氷にするとなんか、ね、なんかあの研究とかあるじゃないですか。愛の波動でし愛,愛してるよとか大切だよ、ありがとうって言うと、水が良、ね、くなってきて、イメージが良くなってきてで、ダメなんだよってなんか、ね、怖いとか思うと、水のマレキュールのイメージが変わるとかあるでしょう。だからリアリこれリア、リアリティなのよ。だから、いつまでこれ無視するのって、人類。でこ,これ これ,これより大切なことないじゃんみたいな人類 <laughs> これが本当だったらどのぐらい僕たちの人生楽になってきてこれ本当なんだ本当なんだってこれ大ニュースだよこれ大ニュースちょっと NHK でこれ流してくれ大ニュース愛っていう大切っていう思いのエネルギーは本当だったんだこれやばいぜでエゴっていうのをこれから入っていきたいわけよエゴっていうのはね 79点だったらダメなんだって足りないんだっていうエネルギーなのよ私には足りないんだってでそもそもエゴっていうのをよく調べてみると私は豊かの一部ではないっていうことなんだよねエゴっていうのは豊かは嘘ですって豊かっていうのはないんですってね エゴの神様っていうのはエゴの、エゴは何を現実にベースとしているかっていうと、愛がないよねって。思いやりっていうのはたまにはいいけど、それで生きていけるわけないやろって。ね、それがじ、ねね、豊かな辞書を引きました。恐怖の辞書を引くと、はい、豊かっていうのはないんです。申し訳ないです。ごめんなさい。足りないんです。はい。はい。 そうなんですよ。そうなんですよね。分かったよね。いい大学に入らないと私はダメなんだ、ね。今度いい仕事で成功しないと私はダメなんだ。だからベースは私はダメなんだって。それがベースなんだよね。だから、有名になりたいとか、別に有名になりなよ。有名になりなよ。ね、ごめん。 でその、こう、ポイントは、その、有名になったら私は認められるだろう。僕、あったのよ。この時、小学校の時でいじめられたから。もう、有名になりたくてしょうがなかったよ。見せてやりたかったんだよ。おい、目見ろいやあねあの時のいじめ、絶対許せんぞみたいなね。あ,あったわけなんですよ。本当に僕も。ねで、 高級品をつけたりさ、ねえ、なんか、ね、チラチラ見せたり、僕は偉いんですよ、みたいな。僕の方があなたより偉いんですよって。ねえ、それ思いやりじゃない思いやりっていうのは、全員本当に奇跡のような宇宙の、リアルに宇宙の一部だからね、本当に。で、このクリエイティブエネルギーっていうのがあって、で、こうやってね、 ギャーギャーギャーあおね、あ,の,ねあの,お腹の中から生まれてきて、年を取って、この世を去っていくわけなんですよ。ねえ、もう大切に、全員大切にしようよ。ねそういう存在が、ね今、地球の世にいるわけなんですよ。でも、この生まれた時から、この間違っちゃってわ、悪いことが起こるんだっていう、この恐怖のエネルギーっていうか、それが真実なんだっていうところに自分のパワーを分けちゃってるから、それが本当なんだって言って、驚いて驚いて、怖くて怖くてしょうがないっていう人たちがいっぱいいるわけだけでしょう。リアルに。 ね、で豊かっていうのが本物だったら、ね、大丈夫なわけなんですよ。でここが今日のチャレンジなんですよ。僕らが今日の、ね、皆さんにね,ねもう宿題みたいなこの学校の宿題なんやねこれ YouTube で司会出すのクリスいや出しちゃおうぜもうやっちゃおうもう座布団1枚クリスはい、はい、もうね今日の宿題はこの豊かっていうのが本物なのか。 本物じゃないのかっていうのをちょっとよく考えてみようそうすると本物じゃないよっていう心が絶対あると思うんだよね。本物じゃないよ。で,この,でこの宇宙っていうのは中か人生っていうのはね可能性として例えばこのピアノが自分の人生を経験する場所だったらこういう低いオクターブ で人生を生きることができるよね。例えば戦争の時代に生まれたら相当オクターブが低かったと思うのよ。ね、ね本当に、ね、なんか農民でずっとなんか奴隷で生まれてきたりとか大変なわけで,でも幸いなことに僕たちは、ね、僕たちはこうやって高いオクターブを弾いて生きることもできるわけなんですよね。ねでこの時に あなたのパワーっていうのがあると思うんですよ。で、あなたが、ね、こうやって週末に生きてて、で、あなたがなんか仕事に戻った時に上司が、おい、おめえ、おい、岩崎、おめ仕事押せんなよ、おめえ。本当にできねえやつなみたいな。おい、これもやれって。残業代なんて出るわけねえじゃん。叫んなよ、こいつ。マジ。みたいな上司。 ね、結構いるよいいる結構わかんないけどいる,いるやろ、ね、その時にあなたがあこれが本当なんだって思うと実際に自分で何をやってるかっていうとこう来たら自分でそう、まあ、合わせて、はいそうですよねってだからこういう高い奥頭部にいてもこういう自分の恐怖が重力みたいな感じで。 そこに自分が戻ってくる、ね、本当に例えば風の,あの,風の種のナウシカみたいなグライダーで飛んでいるんだけど、ね、幸せもっと上に行きたいもっと幸せに生きていきたいんだって思うけどなんかその自分の鎖がつながってんのねおもりがついてるわけよでそれはちゃんと言われたことをやらないといけない、ね、でそこにあなたをリフトしてくれる高いオクターブに上げてくれるチャンスがあるよね なぜかっていうとそこにはいやそれは嘘なんだって、ね、それは真実じゃないんだって、ね、これはさっきの例で言うとさゆりちゃんが、ね、あの学校で点数取れないとねで、点数の80点いかないとダメなんだ100点満点取らないと悪いんだって、ね、なんかニコニコ幸せでいつもなんかってなってるんだけどなんか79点ね で79点が良くなるようにって引き寄せの法則とか、ね、神社に行っても良くならなけ違うわけよ。なぜかっていうとハイアーセルフあなたの豊かさの鍵っていうのはこの怖いことと向き合ってもちろん「いつかいつなカンフォトボールだよ」ね、ちょっとうーってなるけどそれと向き合って自分の本音あなたの本当の存在っていうところと向き合ってその力を戻せることはできるわけよ。 でもう重り切っちゃうのよ。そうしないと、この上の世界に上がれないわけよ。わかるよね、それは。わかるよね。で、ここの宿題っていうか、このポイントか、この豊かさって本当に大丈夫なのっていうことなのよ。ね。で、豊かのもんっていうのがあるのよ。ね <laughs>。この豊かさを僕は正直言って、 賢くくこの豊かさを自分でテストしていくもう科学者みたいにちょっとやってみようって科学者みたいに自分でテスト行って自分で足を踏んで山を登っていくといいと思うのね。 これをなんかようわからないスピリチュアルのなんちゃらかんちゃらのパンパンパンみたいなのをようわかんないんだけど本当ですって信じてでこの人が偉いんですこの人はなんか火星から降りてきたね生まれた人でなんかお釈迦様の百の空ですっげえわけわかんねえなんかようわかんないけどみんながいそうなんですこれ3万円かかるよみたいなそ,それそのスピリチュアルカルトって言ってああそれそ,そうそのスピリチュアリティって結構この本当のなんか真実になんか,なんか汚してるっちゅうかねそういう話はやめよう。 まあ、ポイントは自分でちょっと試してもらいたいわけよ。自分で OK じゃあ、ね、点数が悪くなるんだ私は本当にいい点数取らないといけないんだ仕事を下ろしちゃうと人生悪くなるんだっていう恐怖、ね、それを信じてこういうなんか上司の仕事を断らないとか、ね、怖い旦那さんのことを、ね、すぐ聞いちゃうとかその結果を自分で紙に書いてどうなったかって見てもらいたいわけよね。ねで 次は、それを断るっていうか、自分にパワーを戻して、もちろん勇気は必要だよ。もんっていうのがあるからね、信頼の門っていうか、豊かなもんっていうのか、豊かを信頼するようになるっていうのはね。で、そこをちょっとやってみると、今度人生がどう変わるのかって自分でテストしてもらいたいんですよ。自分で。で、この話のまとめっていうのが、 ね、引き寄せのの法則なのよ、ね、最初になんかフラッシュライトっていうのは自尊心でこれを引き寄せの法則っていう壁に照らすよって言ってたじゃん。引き寄せの法則っていうのが本当だったらねこれクワントム,、ね、ムフィズクスのエン,エ,ンエンタングルメントみたいな感じなんだよね。もし引き寄せの法則っていうのが本当だったらまず2つの事実があると思うのね。 一つは、引き寄せの法則の方があなたよりパワーがある。ひょっとしたら今はね。今はね,ね。だって、よう考えてみると、100点満点欲しいんです、お金が欲しいんです、お金があったら問題なくなるんです、もっといい家があったらとか、有名になったらとか、いじめにならないようにって。その なんていうのかな引き寄せの法則を使ってもっと収入を上げたいとか。ね点数を高くしたいんですって。もしそれで引き寄せの法則ができるんだったら、引き寄せの法則の方があなたよりよ、パワーを持ってるっていうことだよねっていうことですよね。で、もう一つの事実は、もし引き寄せの法則っていうのが、本当だったら、 今もあなたもこれに入っちゃってるわけなんですよ。今も実は引き寄せの法則が効いてるわけなんですよね。あ、そっか。引き寄せの法則って法則本当なんだ。じゃあ、今からやってみよう。パンパン、おまじない。パンパン、神社でパンパンみたいな。引き寄せの法則、パンパン。いやいや、ずっとかかってたわけや。 重力みたいに生まれた時からあって生まれた後にも残ってるわけでしょ。宇宙の右側でも銀河の左側でもずっと重力っていうのがあるように引き寄せの法則っていうのは宇宙の科学的なサイエンスみたいな今の科学のテクノロジーでは証明できないかもしれないけど、like attracts like。ね。like。同じようなこと、同じようなことを引き寄せるって。っていうことが今でもあるわけでしょ。で、今日のテーマの ね、隠しテーマみたいなさっき話したのが「豊かさ」っていうのが一つの。でハイヤーセルフ本当の自分が求めている豊かさっていうのはエゴが求めている豊かさじゃないわけよ。 か問題があるから、キャッシュを投げ,、ねあのー、投げろって言っても問題は治らないわけよ。自分の部屋に火事がついてて、とりあえずもう,もうこれ、やめだから次の部屋に行こうって言っても、その火事が一緒につ,ついてくるわけよ。例えば、嫌いなことを仕事にしている皆さんとか、ね、いつもダメな旦那さんとか、ダメな男と付き合うとか、ダメな女性と付き合うとか。ね ね、いっつも同じような問題が起こってる、ね、仕事を変えてもついてくる僕は本当にブラックグレー企業っていうか恐ろしい上司がいつもいるところに何回も怖いって言って仕事辞めて次の仕事もまた怖い上司がいてこれ辞めてこ次に逃げるって言ってのこの部屋から逃げるぞって言っても火事がついてるわけよその火事と向き合わないといけないのよ自分の重りがどこなの それ嘘なんだって自分のあなたのハイヤーセルフが望んでいることはあなたを目覚めさせるあなたのもういい加減にあなたのパワーに目覚め,さ目目覚めてくださいってもういい加減にもう目覚めちゃってよくしてこうぜこの世界恐れなくていいのよあなたにパワーが来ても悪いことに使わないから幸せに使っていくやろでしょだってもう知ってるから ね、その豊かっていうことね、思いやりっていうこと自分はどこにパワーを渡しちゃっているのかどこに重りをつけているのかあなたがこういうね、100万円ください、1000万円ください、億万長者になりたいんですって、非ごすの法則でこういうところに行きたいんですって、こういうところ こういうところは恐怖がなないいところなのよこういうとここころろのよううは豊かが続いているところなのよ。もし引き寄せの法則が本当だったらあなたがこんな世界はないよって思っていたらそれが現れるわけでしょ。あなたが本当に心の底からこれが本当なんだって思っていたら、ね、自分の人生に現れてくる現実はこれだよ。 まあね、なんかね 4K で撮っててねカメラが熱い熱いっていうのがだってこれ切れちゃってね、まあ、おそらくこのぐらいの話にしなさいっていうことかもしれないんだけど、ね、あーのーもうちょっと話したかったんだよねこの秘境戦の法則っていうのが、ね、だからちょっとこれはこ、ね、その豊かっていうのが本当にあるのか本当にないのか、ね、で豊かっていう人生が、ね、この宇宙の中、ね 日本とか、ね、そういう日本だけじゃなくて本当にこの宇宙っていうかこの地球っていうか人類にこの豊かっていう大丈夫っていうその生き方の可能性はあるのかっていうのを自分に聞いてもらいたいのね可能性としてはあるはずだよねそれも可能性もないんですって本当に心の中から思うんだったらぜひ聞いてもらいたいのは可能性の可能性はあるのかなって可能性の可能性はあるよねって ねえだから宇宙だから可能性の可能性としてはあるわけじゃん。ね、じゃああなたがそれで生きていけるっていうのも可能性の可能性としては考えられることだよね。うん、Alright. ごめんなさい。ちょっとね、あのー、長くなっちゃったんだけど、楽しかったね。ね、面白かったよ。うん、ぜひ、こういう話を続けていきましょう。Right. じゃあ、復習です。えっ、ー、と、自尊心、何を信頼するのか、豊かさっていうことは、本当に豊かになりたいんだったら、それが続いていくことだよって。で、本当にね、引き寄せの法則っていうのがあるんだったら、豊かっていうのはね、ね、続かないんだよ。私には豊かはなれないんですって思っていたら、それが反映されるっていうことだよね。 ね、だから100万円、1000万円入ったらこの豊かさが永遠に続くんですって。いや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 ,いやいや。いや心の舵事に水かけないと、ね。あなたの自尊心。You are okay. 何があっても、あなたは大丈夫なんだって。ね、次のビデオはね、このな怠けるんじゃないかっていう不安が来るんだよね。これやってると。でそんなことやったら悪いことが来るんじゃないのって。ね、大丈夫なの。悪いこと来ないのよ。 なぜかっていうとそのあなたの本音でいるとね大丈夫なんだっていうところにいるとすごいフリーラムが来るのね怖い恐怖っていうか怖い考え方を捨てるとねあの自分のクローゼットに怖いものがいっぱい入っている怖い洋服が入っているそれ捨てると新しい洋服が入ってくるスペースがあるわけよ新しいことが必ず入ってくるんですよそんなことを私には入ってこないのって思っているんだったらそれがまだそのでっかい石がクローゼットの中に入っているわけよ ね、だからその石をぶっ壊して、パーンって割っちゃって、レーザービームパーンってやって、ね、一緒にやっていきましょう、うん。OK, you guys, thank you so much. もしね、この、ね、ビデオね、面白いなと思ったら是非、ぜひ、LIKE ボタンを押していただければ幸いです。じゃあ、またの機会で。あと、新しい人、チャンネル登録してくれるとマッチュ、まっちあの嬉しいよ。Thank you. で、あと、あのね、ちょっとこあのオンラインサロンとかもやっておりますので、あの本当にね、オンラインサロン、入っていただければ嬉しいっす。 Alright, you guys. Love you so much. And I'll see you next time in Chris's room.